皆さんこんばんは、本日ですね、久しぶりにちょっとこうやってカメラを回させていただいておりますけれども、これからですね大きく変わるものがあります。まあ、何が変わるかというところはですね、変わってからのお楽しみということでですね、はい、今からですね早速その作業をですねかかっていきたいというふうに思いますので、本日よろしくお願いいたします。はい、ということで完成しました。ただいま午前3時です。12時ぐらいからね始めましたので、約3時間で、こちらの方を組み立てることができました。大変広くなりましたね。これやばいぞ。いいね。今回ですね、変えさせていただくところはですね、実を言うとこのベッドになります。今ですね、こう作業終了後のですね写真の方を見ていただいたかなというふうには思いますけれども、まあそのレビューの方をですね行っていきたいというふうに思っております。今回はAmazon で購入させていただいたのはですね、こちらダブルのタイプのベッドですね。今がですね実を言うとこちらのサイズセミダブルということで、まあ縦は約2メートルで、横幅ですね、横幅の方がですね大体120センチということになっているんですけれども、まあこうやってね一人で寝る分には十分なんですけれども、まあ、こちらですね、あやめしゃまのですね、ベッドの方がございます。ここにね、いつもシュンと入ってですね、可愛く寝てくれるんですけれども、寝られるとですね、私ちょっとなんとなくなんですけれどもね、寝返りを打ちたくなるとか、私あと背中の筋肉がですね、本当にこう、凝り性のものですから、こう、ヨガじゃないんですけどね、ベッドの上でひねりたいんですよね。なんですけれども、あやめさんの布団っていうか、ベッドがここにあるとね、ちょっとなかなか本当に気を使ってひねれないということで、いっそのことなんですけれども、こちらの方ですね120センチの幅のセミダブルのタイプのベッドからですね、ここを140センチの幅のダブルのタイプのベッドに変えていきたいというふうに思いましたのでね、ちょっと意を決してですね Amazon の方で購入させていただきました。おかげでですね掛け布団以外の部分ですね、マットレスですとかそういった部分はほぼほぼ買い替えということになってて、正直言ってねちょっと痛い出費かなというふうにも思ったんですけれども、まあ、快適な睡眠のためにということでですね、今回は投資を惜しまず頑張っていきたいというふうに思っております。それでは作業の方かかっていきます。よろしくお願いします。今回取り寄せさせていただいたものがですね、ダブルのベッドということで、こちらにですね、かなり大きな段ボールが一つ。そして、こちらまだリビングの方にあってね、物を動かしてないんですけれども、こちら側にですね、これまた150センチぐらいになるんですかね、の、サイズのですね、段ボールが二つというのと、あと別体で購入させていただきました。こちらですね、これね、真空パックになってね、かなりコンパクトになってるんですけれども、これがマットレス。そして、こちらの方がですね、そのマットレス用の、シーツですね、シーツを2つということで購入させていただいております。じゃあ早速開けていきましょう。その前にね、台所のこちらですね、檻の前にですね、はい、あやめさん陣取って、尻尾を振りながら何かを訴えかけるようなね、座り方をというか寝転がり方をしております。これね、ちなみに言うと晩飯よこせですね、っていう感じでね、先に晩飯の方をね準備してあげたいなというふうに思います。ちょっと待っててね。夜ご飯はマザー&ベビーキャットでね、こちらの方をねいつも朝と夜に半分ずつですね、はい、上げている状態になります。よいしょ、片手だとやりにくい。よいしょ、こらしょ、よいしょっと、このようにね半分だけを、これにいけるもんかな、片手で。よし、これで石板になったとしてもにご飯をあげることができますね。右手さえ残ってればなんとかなる感じです。はい、じゃああやめさんご飯食べますよっていう風に言うとね、こうやって勝手にね歩いていくんですよね。さて、今日はやってくれるかな、ちゃんと。はい、あやめさんお座りは、それスリスリだね、スリスリです。それお座りじゃないよ、これスピンだね、くるんって先回っちゃったね。お座りは、はい、お座りできた。すごいね、素晴らしい。スピンもう一回できる？スピン。それスリスリ。スピン。くるんだよ、くるん。くるんって回る。スピンは？くるん。
はい、スピンは？うん、頑張れ。思い出せ。それスリスリ。スピン。それはちょっとごまかしたな。はい、スピンは？スピン。プルン。プルン。そう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 。おい、できた。素晴らしい。いいね。はい、じゃあご飯食べましょう。はい、どうぞ。よいしょ。で、夜にはこちらですね、備え付けのドライフード、これ留守中にね食べるんですけれども、とお水の交換ですね、これを夜にやるのがルーティンになっております。よいしょ。おお、はい、この通り宮の部分を出してみました。これね、やばいな。ちょっと幅の広さがね、ちょっとドキドキしちゃいます。早速組み立てていきます。あやめさん、いたずらしないでね、おとなしくしててね。頼ますよ。はい、まずは宮の部分をですね組み立ててみました。だいたいねこんな感じになります。幅広いですよね。めっちゃかっこいいですよ、この黒ですからね。今ね、この宮の状態からここにベッドを置いてみようかなっていうプランもあるんですけれども、ただそうすると多分なんですけどね、部屋がだいぶ狭い雰囲気になっちゃうのかなっていうふうにも思いますんで、まあおそらくですね、ここ元の状態に戻していくっていうような形になりそうですね。はい、そういった形でちょっと引き続き作業の方は行っていきたいと思います。いやー、さすが私、仕事早いっすね。もうね、実を言うとこっち半分ね、ベッドが解体されております。はい、解体しきらないとね、新しいやつ組めませんので、はい、ですのでね、頑張っていきたいというふうに思います。引き続き頑張ります。すごいですね、わずか10分弱ぐらいでね、旧ベッドは解体されました。解体されたものはですね、一旦ですね、音楽部屋の方と、このクッションどうしようか、この部分、音楽部屋の方にね、ちょっと隠してあります。ちょっと倉庫状態になってしまいましたね。いやー、これめっちゃ広くてね、快適でした、ね、一晩休みましたけれども。そしてこのそそり立つ壁ね、これ一応全部背もたれとしてね、活用させていただいております。ただね、昨日はこのあやめさんがね、大暴れしまして、まあ、新しいねベッドだとかそういったところでね、ちょっと違和感を感じたんでしょうね。興奮して寝なかったんで、久しぶりにケージの中で一夜明かしたという、そういうね、アクシデントを発生いたしました。まあ、ということでね、新しいベッド、まあ、あやめさんもねだいぶ慣れてきたみたいで、ね、になってくれるようになりましたけれども、はい、というような感じですね。おじさんの新しい像があちらでございます。まあ同じ場所なんですけど、だいぶね、壁沿いに寄ることもありましたし、これで私もね、マッサージストレッチっていうようなところですね、こういったところもね、しっかりできました。実際昨日の夜中にこうやって腰をひねったりだとかしたんですけれども、そうだとかね、そういう違和感もなく、やばい、睡眠がね、しっかり質が上がるんじゃないかなというふうに思っております。それではそういった形で頑張っていきたいというふうに思いますので、今後もよろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。はい、ヨナさん、パパと言ってくださってたんですけど、噛まないで、噛まないでね、スリスリはいける。はい、じゃあね、はい、ご挨拶、はい、こちらご挨拶ありがとうございました。